ブレイジングゲージは試合後のスコアに影響する。たくさんゲージを貯めればそれだけスコアが上がるってことだ。難しい技を出そうとゲージは貯まるが、同じ技ばかりじゃもらえる量が少なくなっちまうぞ。ブレイジングゲージがフルになったら右スティックを使え、シャウトしてブレイジングモードに突入だ。ブレイジングモード中はブレイジングアタックを出すことができる。ブレイジングアタックを出すにはまず相手をつかみ、右スティックを好きな方向に倒せばいいんだ。各選手には2通りのブレイジングアタックがある。1つは前から、もう1つは後ろからだ。